犯罪被害者の支援にあたる各市や町の職員などを対象にした研修会があり、西鉄高速バス乗っ取り事件で重傷を負った女性が、被害者の話を聞くことが何より大切と話しました。本当に追い詰められた時っていうのは自分のことだけなんです。人のことなんて考えるゆとりはありません。自分のことだけでした。講師を務めたのは22年前、当時17歳の少年が佐賀から福岡に向かう高速バスを乗っ取った事件で重傷を負った山口由美子さんです。対象は県内すべての市や町に設置されている犯罪被害者の相談窓口を担当している職員。犯罪被害者を支援する上で山口さんは、解決策を出そうとするのではなく、じっくり話を聞いてほしいと訴えました。これまで頭の中で考えたり文献読んでしてましたけど、やっぱり生の体験された方の話を聞くというのは非常にやっぱり活動を行っていく上で参考になるものだというふうに感じました。県は今後も身近なところで犯罪被害者に寄り添える体制を整えていきたいとしています。